はい。折れたタバコの吸い殻で、あなたの嘘がわかるのよ。ね。おなじみ、中条京子、参議院議員さんがまた何かやらかした。私、子供ながらね、折れたタバコの吸い殻で、あなたの嘘がわかったら、すげえな、超能力か、ゆりえらか、と思ったぐらいなんですが、まあ、この方ね、なんと、ね、ネットニュース、出てますよ。知人に対して1000万円を貸し付けた際に、年利60%。 とする契約を結んでいたことが、週刊ポストの取材で分かったんだって。<laughs> ね。ポストでね。はい。この、1000万円と、うん、その参議院事務局に対して、資産報告書の貸し付け金を、ね、なしから1000万と訂正することを届けた。これは4月末日 <laughs> に、週刊ポストの取材を受けて、資産報告書の上記の記載について対応したものだが、問題の本質は氷貸子に、行為に当たる。 この中条議員から1000万円を借りている A 社取材に対して、中条さんにお金を借りたのは事実です。利息が高くて返済できない、できていないと証言。ね。うん。金銭消費賃貸契約書には、貸主として中条議員の本名で署名、捺印された上、年利配当は年60%と、これ出資法違反じゃん。バカなのかな、この人。よくこれで国会議員になれたな。最初の何回かは利息分として現金で50万円を中条さんに支払いましたが、 予想が高いので半分にしてほしいとお願いし、途中から25万円になった。ね。毎月50万払ってた。ね。その後、えー、何回かか、毎月ではないのか、A 氏と中条議員のやり取りの中で1000万円については未公開株が、に付け替えられたが、その未公開株が上場せず、返済が滞っているとも明かしたと。は別の人物も中条議員から同じく年、ね、60%で1000万借りていたという証言がある。 金利60%という貸し付けに対しては、あの、日本金、日本の金利規制は、利息制限法と主主法で上限が決められていると。複数人に対してお金を貸していた場合、貸金業者と見なされ、年利が20%を超える契約を結んでいた場合は、主支法です。法規、ね、5年以下の懲役は <laughs>、もしくは1000万円以下の罰金。しかもこれって、もうダメじゃん。これって返さなくても良くなっちゃう。 やばいな、この人。うん。もう、暴力団さながら。ね。なんでこんな人が議員やってるんだすげえなーもうこれ、無理なんじゃないのこの人。ね。で、この方の、私の大好きなウキペディア、ね。調べていきます。ね。1946年3月4日。お年78歳。岐阜県岐阜市。 の出身で、えー、岐阜高等学校商業科中退。ね。で、歌手はタレントになっていると。ね、当選1回、比例区で。うーん。まずいね。歌手、ムード歌謡、俳優。ね。歌手、で、嘘、流理、わけか。薄情け。うん、そんなのね。うん、なってるんですね。これ、えー 元々は、まあ、いろんな名前、当時はね、なんかいろんな名前でデビューして、売れるまで名前変えるということなんだけど、20代半ばで東京赤坂にスナックを出展した。ねえ。へもうそこからなんかちょっと違うよね。今水商売なんて20代でやってるってやっぱり半グレーみたいな感じだ。昔の半グレーなのかな。常連客にテレビやマスコミの業界関係者が多かったことから、歌のうまさを認められ、オーディション番組で全日本歌謡選手権に出場。 10週火事抜きのグランドチャンピオン、すごいな。はあ、審査員で、の中で、あの、作曲家の平尾正明の命令によって芸名を中条教師に変えて。ね。で、嘘。でね。デビュー。これがまあ当たっちゃったんだよな、うん。で、当時のキャッチフレーズは、恋の魔術師。<laughs> 魔術使うんだ、やっぱり。魔術使うんだな、うん。ね。150万枚を超えるヒット記録、すげえな。 で、日本レコード大賞の大賞、大衆賞など音楽賞を受け、その後も薄情け、訳など多数のヒット曲を発表。薄情け、もうなんかちょっとやばいな。で、役者志望だったのが、新必殺仕事人1910年ね、闇の殺し屋集団で仕事人のチームの一人。ね、ここからなんですよで、いろいろこうなって、いろんなことでこの人物議をかもしているところもある。なんか、暴、暴言とか、不祥事とか、 批判を招いた言動、ここ見ていきたいですね。ああ2022年11月15日、ね。参議院、文、文、の、参議院の委員会の質疑に立った中条は、困窮する俳優らの国の支援に関して質問した後、もう時間だということなのでって前置きして次のように発言した。ね。バカですね。私の新曲が9月7日に出ております。 ね。作曲家で、この何々さんの作曲で、昭和の匂いがするカサブランカロマンという曲でございます。ぜひお聴きになりたい方はお買い上げください。そして12月28日、中条清史ラストディナーショーというのをやります。今年最後のディナーショーではなく、芸能界最後のディナーショーでございますって言っちゃったんだって。この発言の後、同じ日本維新の会の えー、一部の委員から商業的な内容で不適ですと指摘を受け、中条の所属する日本医師の会が、えー、委員長に議事録から発言削除を申し入れる事態となった。中条は宣伝のつもりはなかった。議事録の発言文法修正したいと釈明した。馬鹿ですね。で、医師の会は厳重注意処分とした。はぁ、あ。うん。で、12月のラストディナーショーを最後に、えー、 芸能活動を引退する意向を示した。そこから金融業になったのかな氷菓子。をね、芸能界を引退してから氷菓子になったんでしょうね。うで、23年、次、週刊文春は、中島について、十数年分に及ぶ約750万円の年金保険料の未納があるとした。中島は未納期間があることを認めた上で事実関係を確認する意向。 カスカネがあったら払えということですね。もう2000万、2000万くらい分かってるだけで会社は貸してないそれのそのだったら750万払えばいいのに。バカですね。ね、確認できた年金の納付期間は54ヶ月分で、それ以外は納付期間は未納であれ。130、あ、313万円相当の年金未納がある。あ、313万円だったんですね。うん。 で、これは未納分について制限上遡って納付することはできないため、党をついて被災地に一定額を寄付する。本当にしたかどうかわかりませんが。ね。議員になる前のことが納付してなかったことには、不得のいたすところで風格反省している。どれだけ反省するの今回のことはどういうふうに言い訳するのか。ね。で、24年4月7日、東京青山の結婚式場でカラオケ大会を開催し、マイクを渡され歌を求められると、歌うときは一応ただで言うわけにはいかない。やっぱり。 やっぱ茶で3枚以上か5枚を皆さんにしていただかないと発言した。金をよこせと。まるで私がスパチャを毎回毎回の生放送でもう1万円に行ってないからいくらいくらだったらスパチャが1万円くるまでやめないって言ったのと似ていますね。うん。中条先輩、ついてきます。私も20年後も。議員になって歌を歌い続けたい議員にはなりませんけど。まだ20年私もやれる。ね。はあ、これがつい4月のことで。で、もう5月1日。 2023年公開の資産報告書の訂正を参議院事務所に届け、貸付本金をなしから1年前に改めた。ねえ、そういうことなんですわ。はあ、やばいな。やばいな。その他、2008年9月中旬に中条や細川隆史ら5人の歌手が指定暴力団山口組系五島組組所のゴルフコンペに参加したと週刊誌が報じ、10月には NHK が細川の紅白歌手や、紅白歌合戦の 出演を見合わせる意向を示した。へ、ね、え。ね記憶に新しいです。ねやっぱり役座ないのかなうん。<laughs> 以降、約1年間は NHK 番組の出演が見送られ、ね日めくりタイムトラベル、昭和40年の嘘は歌手名を伏せてカラオケで流された。まあそんな、そんなことが、もう暴力団と関係があっても、ね議員なれる日本維新の会はあっぱれ。素晴らしい。今回のことどうするんでしょうかねはあ。 ねえ。ねえ。うん。そして、あの、2018年4月、情報番組において、タレントの山口達が自宅で未成年にキスを迫る行為を書類送検された問題について、当然加害者が悪いが、被害者となった未成年にも非がある。アホですね。という趣旨の発言をし、ツイッター上で批判の声が起こる一方で、長城の発言に理解を示すツイートもあるなどの反響が、なるほど。はあ。 ねだから、一定の、一定の支持者がいるっていうことですね。この人に対してね。うん。なるほど、なるほど。ね皆さんはどう思いますかね。これ、あの、許すのか許さないのか。ね。この人はどうなんだ議員としての、資質があるのか、続けさせるべきかどうか、皆さんのご意見をコメントにてよろしくお願いいたします。以上です。はい。えー、改めまして、超駅太郎です。 最近、この私、本を書かせていただきました。えー、4月26日に発売となります。この本は、子供向け、中高生、ね、あの、今、いろんな問題が起こっております。ただ、子供向けと言っても、実は、お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさんにも見ていただきたい。そして、特筆するべきは、QR コードがあります。えー、内容を変えていきます。もう、少し前のホスト問題、今もう、あれから半年経って、古いですよね。 この本を書くときはその半年前だったんですね。ホスト問題がこう起こってる。でももう本が出る頃にはもう古くなっていってしまいます。あの情報が遅くなっている。だけどもこの QR コードから飛んでいただければ最新のことが少しずつ書いていけるように、え、YouTube のサブチャンネルの私のチャンネルに飛ぶようになっています。まあそういった新しい試みの本です。よろしくお願いいたします。下、あの概要欄に えー、貼ってありますので、アマゾン、あるいは書店、一般書店からお買い求めいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。